長野県の上城断層におけるトレンチ調査、2015年3月。2014年11月に発生した長野県、上城断層地震の震源断層。上城断層のトレンチ南面地質学におけるトレンチ調査は、活断層の過去の活動の様子や変異量を調べるために、活断層の通過地点や、 その活動があったと予測できる地点において深さ約数メートル程度の溝を掘りその壁面に見られる地層の綿密な観察を行うことである。トレンチ調査は特に過去に起きた地震の年代を調べるための方法として用いられることが多い。活断層が動いたことによって切断されたり変形したりした地層の上に堆積する土砂などは水平である。この現象により 切断、変形した地層と水平な地層が入り混ざることになり、変形した地層の年代と水平な地層の年代を調べることで、それぞれの年代の間に地震が発生したということがわかる。トレンチ調査が過去の断層の活動を調べる上で有効であると認識され始めたのはアメリカで1970年代末である。 これ以前にもトレンチ調査を行ったという事例はあったが、1970年代以末、当時スタンフォード大学の学生であったケリー・シーがカリフォルニア州南部のパレット・クリークでサンアンドレアス断層を横切ってトレンチを掘り、9回の地震の証拠を見つけ、各地震の年代測定を行った。ケリー・シーの言ったこの調査によって地震の証拠が 地層から見つけることができるという事実が広まり、地質学的に地震の年代を決定できる可能性が示された。これ以後、地震の発生年代を調べる方法として、トレンチ調査が各地で行われるようになり、日本では1978年に鳥取県の六野断層で初のトレンチ調査が行われた。第一に、一箇所のトレンチ調査で調べたい。 断層体の情報をどの程度まで得ることができるのかということである。断層は一本の連続した線で形成されているわけではなく、複数の断層線が一つの断層体を形成している場合が多い。そして、一回の地震で全ての断層線が動くわけではない。故に、一箇所のトレンチ調査でわかるのは一本の断層線の情報であって、 その情報が断層体全体の情報としてどれだけを占めているかはまた別に検証される必要がある。第二に、地層の構造からどれほど正確に断層の活動の情報を読み取ることができるかということである。トレンチの壁面の観察には、肉眼だけでは決して精度が高いとは言えない。そこで、肉眼による観察以外の新しい地層分析の技術が求められている。 第三に、地層の年代決定の問題が挙げられる。地層年代の決定に用いられる方法は、地層中に含まれる生物起源の炭素の同位体比を測定する方法、年代の分かっている火山灰を地層中から見つけ出す方法、土器などの異物を見つける方法などがあるが、このうちで一般的なのが放射性炭素年代測定法である。 これは十分な資料が得られないことが問題として上がっていたが、加速器質量分析計を用いた方法が普及し始めたことで、微量の炭素物でも年代測定が可能となった。しかし、放射性炭素年代測定法の問題点として誤差について挙げられる。ここ300年で大気中の炭素の同素対比が大きく変化したことより、300年よりも、 若い資料の年代測定は、ほぼ不可能とされている。しかし、資料が採取できないなどといったことによる誤差の方が、はるかに大きいのが現状である。第4に、調査適地の選定の問題がある。トレンチ調査を行うにあたり、その調査適地とされる条件として、断層の位置を数メートルの精度で見つけ出さなければならないということや、過去の数千年間の堆積物が連続して、 堆積していることなどがあるように、トレンチ調査の調査的地の選定は容易ではない。そこで、調査的地がない場合や、通常のトレンチでは断層に届かないといったような場合には、ボーリング調査や反射法探査が併用され、断層が湖や海底に伸びている場合は、音波調査やコアリング調査が行われる。ありがとうございます。